杯。頭上注意。こんな感じです。今日ね、買ってきた日本酒ね。98メートルある。上手上手。はい、皆さんこんばんは。今ですね、北関東道を走っております。ちょっとね、今日はね、いつもと違うところからスタートしております。で、今回はですね、全国制覇旅で18軒目の岩手県の方に向かっております。今回は岩手県、それから19軒目の宮城県も一緒に行こうかなと思ってますので、ちょっとね、長い旅になるかなと思っております。で、ただですね、僕らね、実は旅するのがゴールデンウィークのね、北海道以来なので、もう約3ヶ月ぐらいか、4月の終わりだもんね、あれ最後行ったの。そうなので、今ね7月の中旬かなので、約ね3ヶ月ぐらい離れております。まあ、なんでね、離れてたのかっていうのと、なんでここからスタートなのかっていうと、ちょっとね、僕のね、仕事の関係でですね、実はお引越ししてました。北の方の関東の今いまして、その関係でね、ここからスタートとなっております。動画のね、制作とかも追われてたりしてて、今回もね、なかなか計画がない、まあ無計画な感じで今ね、岩手県の方に向かっております。今日はですね、まあとりあえず走るだけっていう形になりそうなので、まあ盛岡の近くまで行けたらいいかなっていう感じで今走っております。で、最初にね、岩手県の方を回ってから、だんだん下ってきて宮城の方に行くっていうような、そんな感じでなんとなく描いております。あ、そうそう、期間がね、今日土曜日の今夜なんですけども、ちょうど1週間後の土曜日の夜ぐらいまでは旅しようかなと思ってますので、平日なんで旅はしやすいんじゃないかなと思ってるんで、その辺もね、いつもよりかね、少しこうラフに動けるんじゃないかなと思って、楽しみにしております。はい、ということでね、今ですね、太田の方走ってますので、まだね、群馬県なんですけども、この後ですね、栃木の方に入って、で、東北道、そのまま福島、それから宮城で岩手っていう順番でね、青森行くときと同じかな、この道路ですね。いきなりね、全部はちょっと走れないかもしれないんですけど、運転のね、疲れとかも気にしながら行こうかなと思っております。あとはね、今回の旅ね、もう今ね、7月の22日なので、35度超えの日々が続いております。ただ猛暑日かなので、その辺もね、踏まえて今回ですね、バッテリーもね、フル装備で来てますので、まあ、エアコンとかもね、どれぐらい実際使えるのかっていうのもね、この旅でもね、検証できるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、その点もね、なんかね、参考になれたら嬉しいかなと思っております。はい、ということで、まずはね、向かっていきたいと思います。はい、今ですね、もう栃木県の方に入りました。太田ら辺で撮ってたんですけど、あっという間に栃木です。ただね、この栃木もね、次抜けるまでは、福島まで行く間はね、それなりに距離があります。東北道にも入りますんで、次那須を越えたあたりかな、福島の方が見えてくるの。何々注意あんちゃん、動物。あ、動物注意のマーク、イノシシマーク。あ、そう、今イノシシマーク。まあ、でもなんかイノシシ、確かに群馬の方出るって聞くな。出る動物によって変わるんですね。鹿とかイノシシとか、あれ他に何かあるのかな。ぜひ皆さんの住んでいるところだとか地元とかで、なんか変わった動物が出てくるマークがあれば、コメント欄で教えてください。今のところ見たことあるのは鹿とイノシシ、あと何だ、猿なかった。わかんない。はい、今ですね、福島県の方にですね、入りました。で、今はちょうど白川過ぎたぐらいですかね。で、今日はね、まだもうちょっと走りますので、このままね、走っていきます。今だいたいね、2時間ちょっとぐらいは走ったのかな。で、今のところね、ノンストップで来ております。まあ、渋滞とかもね、特になく、車工事とかもね、ないので、まあ、割とね、スムーズに走れてるかなと。で、今日はね、あとまだ320キロ、まだそう走らなきゃいけないみたいなので、ただね、ご飯をね、一応買ってきてるんで、今日はなんかその辺もね、ちょっと考えながら、またね、目指そうかなと思っております。はい、今ですね、ちょうどね、地図上では宮城県に入っております。で、ここまで来るのにですね、トイレ休憩だけね、1回入れて来ております。で、残りが
215キロ。これね、岩手県の盛岡のちょっと手前のパーキングにセットしてあります。で、まあ、最初見た時はね500キロ以上あったので、まあ、それに比べたらだいぶ近づいたのかなと思います。まだまだ先が長い。210キロ。今ですね、まだ宮城県なんですけども、急に眠たくなってきたので泊まりました。宮城県の真ん中の方だね。なんていうパーキングかさえもまだ見てない。つるんテロップで今出てると思います。ここでもねスタンドがあったんで、明日の朝もね給油できるかなと思って、つるすっていうところです。とりあえず今日はねもうご飯食べて寝ます。もう12時回っちゃってるんで、ちゃっちゃか済ませようかなと思ってます。はい、ということでね、とりあえず、ね、着替えたりしていろいろ準備します。はい、ということでね、一回ね準備しましたのでご飯食べちゃおうかなと思います。唐揚げとエビチリと涼しい。エアコン神様。あ、そう、もうねエアコン入れてます。結局こっち涼しいっちゃ涼しいけど、なんかそう外は多分 ね、そう、そんなね外気温は高くないんだけど、ジメジメっとしてて、最初除湿入れたんですけど思った以上に効かなくて、もう冷房ね風量1ぐらいのレベルでつけてます。もうあれ USB でね動く扇風機で、サーキュレーター代わりにするみたいな、なんで十分ですね。で今日のご飯はもうね行きのスーパーで買ってきたもの一式です。あと唐揚げとエビチリとマカロニサラダとお刺身です。であとはノンアルがあるから、ノンアル飲む、あるでしょう、うん、ね、パーキングなんでドライゼロ、ノンアルコールです。はい、もう疲れたのでいただきます。してさっさと飲みましょう。いただきます。乾杯。乾杯。完璧。よし、いただきます。マカロニうまい。うん、キャンピングカーのいいところはね、こうやってスーパーで買ってきたものをそのままささっといつでも食べれるっていうのがいい。せや、家とあんま変わんない。全然ねこれぐらいの量だったらこのちょい飲みテーブルがぴったり。今日なんかさ出る出発する直前まで何にもしてなくてさ、それともなんとか来れちゃえばいい、うん、未だにだって今宮城にいるけど、明日岩手県のどこに行くかまだ決めてないから、行きたいところっていうのを1時間ぐらいでババーって出して、で今来てる感じかな。ほんとキャンピングカーの旅って計画があるようでないよね。ない、我が家は特にない。全く観光、なんか計画立ててもさ予定通りに行かなくない？そう、うちの場合は。あ、てかあれだ、多分現金下ろしてねえもん。すごいね、お金さえを持ってこずに来たから。着替え、ホタレン、水、うん、終了。あとちょっと今日食べるものだけど。あ、そう。これでもほらね、来る時買ってきてるからね。別に家から持ってきてないから。そう、だから食べるものぐらい。はい、やって今ですねご飯食べ終わったんで、そろそろね歯磨きとかしても寝ようかなと思ってます。もう割と眠いです。すでにふーちゃんだけは元気です。寝てたからね。よし、じゃあちゃっちゃかやって寝ましょう。じゃあ頑張ってください。バイバイ、おやすみ。バイバイ、おやすみ。ふーちゃんどう、寒い？そこ暑い？寒くない。今日の夜はねエアコンここつけて、そのまんま扇風機で回して寝ます。寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、おはようございます。今ですね7時29分、室温が 25.6 度、湿度 59% です。昨日ね夜エアコンはつけっぱなしで寝てます。昨日ね夜寝るときはバッテリーの残量が 90% 前後だったと思うんですけど、今朝は 69% ですね。今エアコン入れてるんだけどチャージしてる、まあ、微力ですけど 2.1 アンペアぐらいチャージしてます。多分ソーラーですかねこれは、はい、今ですねだいぶ室温が低くなってて、エアコンもね、そんなに今稼働してない状態なので、そんなにね電力を食わずにソーラー程度で今賄えてるのかなと思います。まあ、またこれがね外がね暑くなってきて車内もね暑くなってくると、また電力をね消費してくると思うので、まあその辺がねちょっとね実際のねエアコンをフル稼働した時と容量が違うところかなと思います。まあでも今日はねこれからそれなりに距離走りますんで、またねバッテリーもね回復してくれるんじゃないかなと思います。
はい、今ですね、パーキングね、出発しました。で、今日はですね、まだね、これから4時間ほど走らなきゃいけなくて、240キロありますんで、ね、朝ごはんはね、食べながら移動するという形で出発しております。なんて言ったってね、まだね、宮城なんですよね。岩手までたどり着いてもないんで、で、今回行きたいのが、龍泉洞っていうものかな、というところがありまして、まあ、洞窟のね、とこなんですけども、ドラゴンブルーの洞窟、地底湖がね、有名な場所なんですけど、そこまでね、ちょっと行きたくて、ざっくりね、240キロぐらいまだあります。そこがね、今回一番遠いんですよね。一番遠いところから攻めようかなと。順次に南下して、最後はその宮城に行って、で、宮城から帰ってくるみたいな、そんな感じのルートにした。なので、一番ね、遠いんですけども、もうまずね、そこからね、今日は行こうかなと思っております。はい、今ですね、平泉スマートインターチェンジのとこですね、まで、来ました。ということでね、全国制覇旅18軒目の岩手県にね、今到着しました。で、この辺ね、中尊寺とか、まあ、平泉の方も、あさってぐらいかな、にまた来るかと思います。まあ、そんな感じでね、今回の旅もね、楽しめたらなと思っております。はい、ということでね、無事に岩手県まで来ましたので、このままですね、龍泉洞の方まで、走っていきたいと思います。はい、今ですね、盛岡南インターチェンジまで来ました。高速はですね、ここで降ります。で、この後は下道でですね、龍泉洞の方まで、向かっていきます。まだね、ざっくりですけど95キロぐらいで、時間もね、あとね、まだ2時間ぐらいかかるっていう見込みなので、気長にね、運転していきたいと思います。とりあえず、高速はね、ここで一旦終了です。盛岡の出口か、出るの初めてだよね。うん、盛岡って今まで通過しかしたことなかったんで、今回初めております。わ、7140円。か秋田とか行ってない？秋田はそうだね、通過もないか。とりあえず盛岡に着きました。すごいね、左に曲がっていくと盛岡駅らしい。あ、でも前はやっぱあれだね、都心部って感じだね。まあなんか峠道みたいなとこ通ってんでしょ。小学校。はい、今ですね、龍泉洞の近くまで来ました。あとね、1.4 キロです。だいぶね、長かった。朝ね、8時からずっと走りっぱなしなんで、もう4時間ぐらいですよね、ゾーンストップで。もう今12時1分、まあ、約250キロだから、昨日400キロ、今日250キロ、650キロぐらいした。もうすごいね、なんかあんなとこ歩けんだ。あ、ここかな、なんかすごい人いっぱいいる。あ、すごいな。あそこ駐車場。もうちょっとガラガラかなと思ったけど、全然ガラガラじゃなかった。え、これ階段じゃないの？これ階段じゃなかった。入り口専用ですって感じ。思ってたよりかね、混んでます。よし、今ね、無事にね、到着しました。走行ねしてたので、だいぶね、充電が溜まってまして、朝ね60しかなかったんですけども、今ねエアコンつけっぱなしで走ってても 100% に戻っております。またね、今ねソーラー入ってるんでね、またチャージしてます。なので今日はね、もう電力の心配はないかなと思いますね。うーちゃん、うーちゃんも歯磨きが終わった？うん。うーちゃんはあと着替えて、ママはアイロンしたら出発です。ちなみに寒いのかな、めっちゃ。どうだろう。いいよ、やって。いくよ。上手上手。うわ、冷たい冷たい。
あれどうなんの？先にチケット買わなきゃ。こっちで買う。へえー。こんな感じになってる。綺麗だ。面白い。ここら辺からだったら望遠鏡でいろいろ見えそう。入口11です。外は 29.5 度。入る。よし、じゃあね、これから洞窟の中に入っていきます。結構中ね、暗いです。わあ、意外とやっぱ寒いかもしんない。一気に汗ひいた。わあ、暗いね。まあ、ライトアップされてるからまだ見えるっちゃ見える。まあまあまあ、こんな感じでかなり綺麗。すごい、うーちゃんの靴がエレクトロニカルパレード。狭っ。もうすごい狭い。水が綺麗だね、下に。本当だね、透き通ってる。うん、竜宮の門だって。本当だ、すごい綺麗だね。ね、洞窟ヴィーナス。うん、お地蔵さんに似てるんだって。確かにちょっと似てるかもしれないね。うん、普通にお地蔵さんかと思って。まあまあ、うん、すごいよね。結構思ってたよりもライトアップがしっかりしてて、薄暗いは薄暗いけど、うん、でもなんか多分ね、映像上は結構ね明るいかもしれない。先ママ行くから、うーちゃんその後にこれ捕まっていって、気をつけてね。お、結構急。第一地底湖、奥がすごい広がってんのかな。あ、なんかハートじゃん、これ何。本当だ、ハート。じゃあ見て、ほら綺麗だね、水透き通ってて、うん、めちゃくちゃ冷たさそうね。水深35メーターだって。あ、すごい。え、何、すごい、ね、ちょっと見たい見たい。わ、すごいじゃん。もうちょっとそっち側じゃないと見れない。めちゃくちゃ綺麗。頭上注意。そう、頭、うーちゃんはちっちゃいから大丈夫です。うまいね。第三地底湖なの、ここ。すごい、あそこが深そう。98メートルあるんだって。さっきのところより深いじゃん。ここ気をつけてね。うん、よいしょ。ほんとアブクマみたいだね。そうだね、いい運動。よいしょ。横の方がいいんじゃない、幅狭いよ。頭気をつけて。うーちゃんは平気。すごいね、これ。こっからさっきの地底湖が見れるんだ。わあ、めちゃくちゃ下だね。めちゃめちゃちっちゃいやんけ。意外ともう一周回っちゃうんじゃない。あ、階段です、また。うん、ママサンダルだから。なんかもう寒さがそんなに。うん。こういうとこに来そうだね。ドンと音してる。びっくりした。すごいね、水が流れる音がすごいしてる。あ、すごそう。よし。さっきのとこか。もう帰りだ。
はい、今ですね、龍泉洞の方に行ってきました。で中はね、10度ぐらいしかないので、外がね、外気温が30度近くあるからマイナス20度ぐらいかな。かなりね、中はちょっと寒いです。夏は最高だな。ただ一応ね、夏とはいえ上に1枚ね、羽織れるものがあった方がよりいいかなと思います。とりあえずここら辺で、ね、今ねぐるっと回っていろいろ見たんですけども、ここからですね、なんかすぐ近くのところに酒造があるみたいなので、そこにねちょっと行って、お酒とかね、買えたらいいかなと思っております。スーパー竹屋、スーパー今ステージ上のところにさ、スーパーじゃなくてスパー竹屋とか伸ばし棒が消えちゃった。いやなかった最初から。ね、近くに商店街の駐車場があったので、そこに停めていきたいと思います。ちょうどこの真裏だから。よし、ここに停めていきます。ここにね、酒造があります。やってるかな。やってるよね。やってない。残念、今日は定休日でした。なんかでもね、横にもお店あったんで、そっちも行ってみます。水まんじゅうのお店見つけました。スーパー竹屋、スパー竹屋到着。はい、今ですね、地元のスーパーみたいなところに行ってきて、でこれからですね、なんかこのね6キロぐらい先に道の駅が1個あるみたいなので、道の駅の方が逆にご飯とかもあるんじゃないかなと。とか道の駅もね、たまにお酒とか売ってたりするんで、そこでもいいかな。でただね、今日はね、その後まで温泉とかも行かなきゃいけないんで、その後また移動するというような予定になってます。なんでね、まずねちょっと道の駅まで行ってみたいと思います。さあ、もうちょっとで道の駅が無難なのかもしれない。なんか道の駅が大変なことになってるけど。やってるよね。やってるね。違う、牛乳ラーメン。ちなみに、リブルちゃん、キワハンバーグ。すごい色してるね。でっかいね。ブルーベリーと。中で混ざるところの色。本当だ。緑してる。車で食べよ。前どうですか。二つの味が味わえるから。最高。美味しい。ブルちゃんのはチョコとブルーベリー。うん。じゃあママのはそれは。ピスタチオとブルードラゴンソルト。ママジェラートでピスタチオ大好き。でね、もう帰ってきてすぐにエアコンつけました。はい、今ですね、道の駅岩泉の方に行ってきました。ご飯食べたりね、ジェラート食べたり、お土産買ったり、なんだかんだ多分1万以上使ったの。お酒も買ったし、あ、そうそうそう、最初にね行こうとしたこの酒造がね、今日お休みだったんですけども、そこの、まあ、メインというか看板商品みたいなのが実はそこでも売ってまして、それはね買うことができたんで、まあ結果オーライで、今日はねこの後ですね、またね龍泉洞の方にちょっと戻るんですけども、そちらの方でね、温泉が取れてますので、行きたいと思います。でそこは龍泉洞ホテルっていうところの日帰り温泉なんですけども、別で料金にはなっちゃうんですけど、貸切風呂がねありまして、炭風呂っていうね貸切風呂なんですけども、どうやらね東北初の貸切風呂らしいです。まあ東北、僕らもね青森とか、まあ福島もそうだし山形もそうなんですけど、多分ね1個ずつぐらいは必ず貸切温泉入ってたと思うんですけど、まあ、その中でもね東北の中でも初の貸切温泉だったらしいんで、まあ、結構歴史のあるあれなのかなと思っております。でもなんか温泉がなんかよくあるあの温泉じゃなくて、どうやらその龍泉洞の水、うん、あ、そうそう、先ほど言ったね地底湖の水を使ってるみたいなんですよね、龍泉洞の。そうだから、その辺はちょっとね普通のとまた違うような感じの、あの場所だったんで、またそれは面白そうだなと思って、今からですねそちらの方に向かっていきたいと思います。龍泉洞ホテルのすぐ近くまで来ました。こちらで先ほどね通った龍泉洞の道とねそのまま一緒です。まっすぐずっと行くと龍泉洞、この辺どっかね、あ、これか、龍泉洞温泉ホテルですね。よいしょ、すごいね森林の。ちょっとママについてて。あれ、日暮らしかな。はい、今日のお風呂です。イエーイ。炭風呂面白いねこれ。
結構でかいね。こんな感じです。炭風呂。面白い。面白い。綺麗だ。よし、じゃあうちゃん温泉入ろうぜ。はい、今ですね、龍泉洞温泉ホテルの貸し切り風呂ですね。炭でできたね、貸し切り風呂だったんですけども、多分炭風呂なんて初めてで入った。子供はね、ちょっとね、暑いかもしれない。ママも暑かったよ。ぬるめが好きな人だと暑いかも。料金もね、3300円ぐらいかな、3人で。そう、入館大人1人で500円の、貸し切り45分間で2000円。でその辺はね、そんなにべらぼうに高いわけでもない。多分時間がね、45分なんで長いわけでもないです、うん、で、今日はですね、これから少し走ろうか、それとも挫折して途中にしようか、まだ悩んでます。あのね、ちょっとじゃないんですよね、100キロぐらいらしいんですよね。もう250キロ走ってからまた100キロ走るって割と酷だなと思って、まあ、とりあえずね、そのちょっと遠いところで、明日その分近くなるところをナビにセットして、でその道中にもね、何個か泊まれそうなとこあったので、そこもね見て、行けそうだったらそっちにするかもしれない。この先カーブが連続します。はい、今到着しました。でね、着替えも終わったんで、これからね、夜ご飯とか作って食べようかなと思います。で、今ね、そのままエアコンもつけっぱなしで扇風機で循環させてます。バッテリーの残量がさっきね、100だったんですけど98です。で寝る前まではこれで回そうかなと。今ね、インバータで回してます。で寝るときはエアコンを外電に切り替えて寝ようかなと思います。じゃあね、ご飯のね、食べるから準備してください。とりあえずね、こんな感じで準備 OK です。フライパンで炒めちゃう。ご飯だけチンしよう。一回電子レンジつけるんでエアコン止めます。停止。これなんだっけ、大葉のフライ、シシと大学芋と野菜炒めと、あとお玉。うーちゃん多分失敗する。うわー、辛が入ってた。はい、じゃあ乾杯しよう。おしゃれさんの車中泊に乾杯や。はい、乾杯。乾杯。で、飲まなず置いとくこと。はあ、生き返る。いただきます。シシトって当たり外れあるじゃん。外れのシシトは辛いんだ。多分当たったやつ食べればわかるよ。今日はあんまスーパー行けなかったからね、うん、あの限られたスーパースパーね、スーパー。そう、スパー、スパー。うちは結構あれだよ、この温玉が多いよ。温玉多い。ママがあんまり生卵得意じゃないから。結構あれだよ、TKG もこれだけど、何かにつけて温玉割と多い、うん。生卵のさ、白身があんま得意じゃないんだよね。黄身は好きなんだけど、白身があんま得意じゃない。今回のコメントテーマは、生卵派ですか、それとも温玉派ですか。ゆで卵はなしです。ゆで卵はね、完成形だから。完成形なのか。前提としては、卵かけご飯に使う時の卵が生卵なのか温玉なのか。我が家は、まあ、ママがあんまり生卵の白身が得意じゃないので、ほぼ温玉です。ちなみにパパは生卵でも全然 OK 派です。醤油さえあればなんとかなる。パパ一人の時は生卵だもんね、うん、
で、ぜひね、皆さんはね、生卵派なのか温玉派なのかと、この卵かけご飯 TKG に関してプラス何かを入れる人、これ乗っけるとうまいよみたいなのを知ってる人いましたら、それも合わせてぜひコメント欄に教えてください。お願いします。ママはネギ好きだから、この中にネギ突っ込みたい。 うちはね、なんかネギいろんなもの使うからね。ネギ、はい、今日もね、出番です。今日ね、買ってきた日本酒ね、こちらになります。龍泉八重桜大吟醸です。そのサイズで1800円ぐらいしたよね。そう、これでね、あの1800円ぐらいする。でもね、うちね、ほんとこれぐらいの方がちょうどいいんですよね、飲みきれるんで。やっぱね、旅してるとね、あんまり量が飲めないっていうのと、もう一本ぐらい欲しいなっていう感じにもやっぱなるんで、逆にこれぐらいの方がね、冷蔵庫の幅も取らないんでちょうどいいです。ちなみにね、龍泉洞っていうね、今日行ったあの洞窟ですね、龍泉洞の水仕込みって書いてあります。なので今日はね、本当あそこの地域のものばっかりだね。うん、一日通して。これも、あそこれもね、一緒に買ってきた岩泉の旗わさベーゼ、岩泉さん旗わさびのひまわりオイル漬けってやつです。このまま食べても美味しそうですし、何かにつけて食べるのもありかなと思ってます。これね、おつまみにしようかなと思ってます、まあ、あとししとうもあるんで。まだわさび、乾杯。キリッとしてる、うん、キリッとしてて割とサラッとしてる、ね、日本酒感はある。飲みやすいよ。でもそうそう、あのね、味的に言うと日本酒感のある日本酒、結構味がはっきりしてて、日本酒が好きな人は好きかもしれない味じゃない。うん、めちゃくちゃ美味しい。辛口の方だよ。日本酒飲む人は絶対めちゃくちゃ美味しい。日本酒が程よくこう香る、うん、かといってガツンと日本酒のなんかあの感じ、そうだね、後残りはないね、うん、飲みやすい、すごい。そうだね、これはね、うまい日本酒です。旗わさびか、うん、このままでも食えるわ全然。これ日本酒のつまみちょうどいいかも。なんかちょっとこうつまんで飲むみたいな。ししとうがいいね。ししとう結構いいよね、うん、うまっ。ちなみにこのししとうも道の駅に買った、80円、うん、80円のししとう全部で立ってます。動くな、ピントがずれるだろ。はい、ということでね、今日買ってきたデザートです。中松屋っていうところですね、で買った、水まんじゅうと、この水まんじゅうもこれあれなのかな、ここのやつなのかな。水まんじゅうのね、のぼりが上がってたのでちょっと気になってね、お店の中入ってみました。ちょっとね、水とともに食べるのこれ。あ、水なきゃダメ。あ、本当だね、冷たい水を入れてくださいって書いてあるよ。あ、だから贈り物のセットのとこに水があったんだ。龍泉洞のペットボトルがあったのか、うん、そういうこと。物で言うとこんな感じ、ね、ちょっとね、桶っぽい感じのやつに入ってます。で、これに水を入れて食べるのが水まんじゅうみたいです。だからあの水なんだ。なに、この中に入れとくえってこと。申し訳ない、谷川岳の天然水です。龍泉洞ではないです。おお、これなんかすごいね、ダイレクトやん。え、すごい。あ、そうなの、ダイレクト、うん、ダイレクト水まんじゅう。え、これさ、この中に入れりゃいいんでしょ。器にみじゅまん、みじゅまんじゅうを入れ、このまま入れていいんでしょ。みじゅまんじゅう入れないの。だからさ、これいらないでしょ、スノーピーク。え、このまま入れるやろ、ここに。いや、ないだろ、普通に考えて。一人でそれ全部食うの。そうやで、一人で。これ一人分じゃないの。7個入りを一人で食べるなんて。1枚たった7個しか入ってないじゃん。だってちっちゃいじゃんこれ。2個入れて食べればいいじゃん。ごま団子みたいなもんじゃない。とりあえず先にさ、うん、これをまず、じゃあ1個取って、もう冷たっ。で、これに水を入れると。水ってどんぐらい入れるの。こんなもん、そんなもんでいいと思う。え、これで何、スプーンで食べるの。うん、すくい上げて食べる。すくい上げて食べてくださいって。これは、これね、いただきます。うまい。はい、で、ちなみにうちらが買ったのは、ママのはどん、これなんか色すごいよね。商品名忘れた。色すごいよね、んかい。杏仁豆腐だってるよ。なんか夏のやつなんだよね。うーちゃんは意外とシンプルなやつ選んだよね。普通のチーズケーキ。そう、ふーちゃんは意外と普通のチーズケーキ。でね、これ水まんじゅうなんか文句言われたんで、あの一回じゃ切りますね。中は栗って書いてある。栗のあん。普通のショートケーキ。栗が入ってます。ショートケーキ。柔らかい。
ペロッと7個食べるつもりだぞ。ピーピーピー。ピーピーピーになってるんですけど。いただきます。チーズケーキも意外と美味しい。だって4個入りと7個入りがある中で、わざわざ7個入り選んだから。みんなで食べるんでしょ、普通に。一つ言うよ、パパ。これでいくらすると思ってる？7個入りで。2000円だぞ。これ500円。これも500円。2000円だよ。豪華なデザートだね。一番パパ王様じゃん。なあ。ね、うまいでしょ？甘くないんだね、あんまり。うん、食べやすい。栗の味がすごいっていう感じでもなく。食うな、一人で。2000円を。あはっ、ママの。じゃ、ちょっとちょうだい。うん、食べてみて。パパ、ちょっとじゃないんだよ。カービィだもんだ。カービィってさ、ってやったらめっちゃ吸い込んでいくんじゃなくて。そかわいそう、パパ。残り物をいつもみんなのやつ食べてるだけの。かわいそう。今、世の中の大半のパパはみんな同じだと思うよ。ふーちゃんはね、今、夏休みシーズンですので、夏休みの宿題がたんまりと出ております。そうです。だから、今日はね、これから夏休みの宿題をやってから、歯磨きして寝ます。ね、夏休みの宿題。まずこの鉛筆。そう、鉛筆とかもね、これ実はね、キャンバケでもすごいいっぱいもらったんだよね。うん、いただいたよ。ふーちゃんがね、入学するっていう祝いで。で、それでね、いただいたものをね、すべーって使っております。はい、ということでね、ふーちゃんは宿題時間です。頑張ります。はい。今日はですね、もう寝ます。これね、11時半ぐらいなんですけども、今日はたくさん運転もして、たくさん行動もしたので、早めに就寝です。それじゃあ、ふーちゃんも寝るよ。寝る気満々に寝るときはね、エアコン。つけたまま寝ます。でね、こんな感じで今ね、電源はね、これインバーター用なんですけど、インバーター止めて、ポタ電にね、切り替えてます。めちゃくちゃ暑いわけじゃないんだけど、ちょっとね、湿度が高いんで、エアコン入れてます。除湿でもいいんだけど、あんま変わんないんで、あのエアコンにしてます。25度設定ぐらい。はい、で、あとはね、一応ね、このサーキュレーターをね、回しとけば、なんとかなるでしょうということで、今日はこれで寝ます。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイおやすみ。バイバイおやすみ。ふーちゃん。いいね。ふーちゃんでも乗れそうだね。ほんとだ。ほんと、すごい。風鈴。あ、取れた取れた。チャンネル登録よろしくお願いします。くたばー。